関東リーグ第19節中央大学対八戸大学のゲームのハイライト資料をご紹介します。解説は私下村と、最近応援で無双している前ちゃんこと前川優太です。いやー、今回のゲームなかなか熱かったですよね。まさかそんなことがあったと。いやー、非常に気になりますね。現在1位の中央大学は9位の拓殖大学との試合でした。いや、今日はなかなか前半から攻めれていましたね。このシーンですね。ペット、入れ、ああ惜しい。前半17分、中村亮太郎選手のコーナーキックを大橋選手が合わせて、これは弾かれますが、これはゴールの判定となりますね。いやー、このシーンですね。どうだ、入ったんですかね。まあ、判定では入ったということになっておりますね。はい、ゴールです。入ったよ。前半20分、中村亮太郎選手のフリーキックを渡辺選手が合わせて、最後は田中選手がシュートを打ちますが、バーに嫌われます。いやー、これ惜しかったですね。田中君、これ決めないと公式戦まだ見ごう。前半39分、渡辺、大久保、加藤、大橋、縄、大橋、田中、エリキ、ゲットゴール。まあ、なんでこんな興奮したかというと、まあ、田中選手4年間で初ゴールなんですね。いや、これは嬉しいことです。おめでたいですね。今回は集中応援として中央大学と拓殖大学のメンバーが TWICE を踊らせていただきました。また後日アップします。エンド変わって後半13分、前からのいい守備でボールを奪うと、大橋選手がここからドリブル、大久保選手にスルーパス、しかしここはキーパーのセーブに合います。友明、おお、友明。後半27分、このシーンが試合展開を大きく変えましたね。ここでファールの判定、上島選手一発退場。これを落ち着いて決められて1点差に詰められます。その8分後、後半36分、流れを断ち切れずにいると、一度はここ防ぐも、このスーパーミドルシュートで同点に追いつかれます。このまま終わらないのが今年の中央大学。桜井がヒールで落として、大橋がカットイン、ここからスーパーゴラストシュートを決めて勝ち越しに成功します。大橋選手のシュート、ゴール。この後大橋選手のメッセージついてます。スパルからボールをもらってカットインした時に、昨日ダゾーンで見たガンバ大阪のファン以上のシュートをイメージして、振り抜こうと思いました。うん、真面目。勝ち越しをしてからの中央大学の守備どうでしたか？この時間帯の中大の守備が一番硬かった。え、どれくらいどれくらい？剛力彩芽の拳ぐらい。それは硬い。それは硬い。このまま試合終了、3対2と非常に大きな勝利をつかみ取りました。次節 VS 神奈川大学、引き分け以上で一部昇格、勝利で2部優勝が確定いたします。中大やったれや。いや、君の名はのテッシーすな。